はい、あなたも着物美人に、着物と色で人生を豊かにする柴田智子です。今日は振袖の帯結びをご紹介いたします。成人式はもちろん前撮りやご結納に最適の帯となります。どうぞご参考にされてください。はい、それでは始めていきます。帯は胴に二巻きし、手先を下に、中央で、交差し仮紐で押さえております。背中には三重仮紐を結んでおります。はい、はじめに垂れの際を開いて左の方にお羽を持っていってください。で、こちらをですね、2段になりますようにお羽を重ねます。少し上の方が短いお羽ですね、2段になるように重ねてください。そういたしましたら、お羽全体を、はい、外表に折り、そして端を中央に折り返し、はい、3枚の表ひだを取ります。このようなお羽を三重仮紐の3本全部に通されてください。はい、この時の注意点は、ここ2段になっています根元までちゃんと三重仮紐が収まっているように、途中で外れないように気をつけられてください。はい、できましたら、今度はこちら側にお羽を取ります。はい、右側にお羽を取るんですが、これもお羽の長さがすごく帯が長い場合は2段にされて結構ですし、このようにもう短い場合は1段で結構です。はい、1つ取りましたら、右側と同じように 3枚の表ひだを右側に取ってください。中央に折り、外折りにし、はい、端を表に折り返してください。このようなお羽を取りましたら、三重仮ひも今3本手前に来てますので、2本だけを、はい、右側のお羽に、はい、通してください。はい、そういたしまして、三重仮ひもの1本を、はい、この小さいお羽の裏側に通しておきます。はい、このようになっております。できましたら、もうここに枕を当てます。はい、お羽全体を上に上げるように、帯の上端になるように枕を当ててください。前でしっかりと結んでまいります。はい、できましたら、手先を、はい、開いて、はい、手先が、上に持ってき、ここに、タックをですね、このような多いひだを、3つぐらい取られてください。そしたら三重仮ひも1本だけ枕の上にありますので、ここにお羽を通します。で、少しこちらを回転させてください。はい、はい、できたらお太鼓底を決めてまいります。お太鼓底は全体で手幅1つ半、上の部分が大きいですので、枕から手幅1つぐらいのところに帯締めを通します。お太鼓底は全部開いて、はい、あとは形付けになります。はい、左右のお羽を開いてバランスを見て整えられてください。この部分がですね、ちょうど、フリルのようになった、安定感のある横物の帯結びになります。いかがでしたでしょうか。三重仮紐に通すだけのおひだを生かした簡単な帯結びです。あなたも着物美人に、着物と色で人生を豊かにする柴田智子でした。ありがとうございます。またお会いしましょう。